1番、2番、3番、4番、5番、6番です。予選独占競争第11レース。1秒。スタートしました。4号艇、浜田有沙が好タイミング。体からショット経過、一撃。浜田有沙の畳みかけ乗ってくる6号艇の宇野弥生ですが、1号艇カット、外から6号艇バックへ入っていきましたが、ダッシュ勢が上位を形成していくのか。スターター前提正常でした。4方から質のいい高出し、ゼロ台組み込んでいき、4号艇の浜田有沙、乗っていた6号艇の宇野弥生であります。3番手2号艇絡んだ渡辺千草、前を取りながら6号艇の森岡真希も回して冷静にすくい込む旋回は波のないところをうまく回していきました。4番5番6番上位を形成です。11レース1着は4号艇浜田有沙選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。差しとまくりでの連勝です。はい、嬉しいです。2個目のキューティートとはみかんバージョンとなっております。はい、お持ち帰りください。はい、ゼロ台真ん中ぐらい、はい、はい、入っててよかったです。はい、さあそして、まあ、一気に攻めていきます。はい、スタートの見え方的には、はい、ゼロ台だなっていうのはあったんですか？そうですね、怖かったんですけど、うん、はいはい、宇野さんがいたので大丈夫と思っていきました。まあでも、はい、1着取れたんで悪くはないと思うので、うん、はい、これをベースに、はい、明日から調整しようと思います。はい、はい、今日は連勝ゴールとなりました。では明日以降の戦いに向けてメッセージお願いします。はい、明日からも一生懸命頑張ります。